ピンコンカンコン。あ、やばいやばい、授業に遅れちゃう。あ、ということで6時間目は緑紬本気ダイエット、夏の終わりも脂肪燃焼生エクササイズスペシャル第2弾。あ、疲れましたよ。もう1時間目で私は今から元気で頑張っておりますので、皆さんもね、1時間目で汗かいたと思いますけれども、2時間目も共に頑張っていただければと思います。1時間目ご覧にいただいた方はですね、ムエタイのあのワイクルーエクササイズをやっていただきましたが、どうでしたか？汗かいたっていう方とかもいらっしゃったと思うんですけれども、まあ、この2時間くらいでちょっとクールダウンしていると思うので、さらにきついやつをこれからやろうと思います。やだ、やりたくないって私実は本心思ってるんですけど、まあ、仕事なんで頑張ります。やりましょう。じゃあ発表してください。はい、ということで今回やるのがですね、じゃじゃん、こちらです。あ、はい、相撲ヨガでございます。この相撲ヨガはですね、もう記憶に残ってる方も多いと思うんですけれども、私のダイエット企画史上最も痩せた企画ですね。1週間で3キロ痩せました、この相撲ヨガで。で、まあ、これがきっかけになって私かなりこう体の循環が良くなったりですとか、それこそあの燃焼もしやすくなったように感じている、とても感謝しているヨガなんですけれども、これ相撲の動きとヨガの呼吸をうまく合わせたもので、あの本当にきついです。もう先に言いますけど、マジできついです。あの笑えないくらいきついですよ。で、今回本当にあのきつかったっていうのをですね、 YouTube に配信されているので、そちらは これちょっとあのスピナーがあんま見てほしくないんですけど、あのダイエット企画シャープ13相撲ヨガすごいってやつですね、三谷ダイエット相撲ヨガで検索していただいてご覧ください。ただまあ今ですね、この生配信は絶対に全部見ていただきたいので、あのこれ見終わった後にそんなにきつかったのか三谷ということで、これをね、あの後々ご覧いただければと思います。で、その後はやってますか、相撲ヨガ？ごめんなさい、相撲ヨガも本当にきつかったから、もう当分やりたくないと思ってあのやってないです。でもね、やった方がいいんだろうなっていうのはずっと心のどこかで思っていて、あの最近お手本動画を上げたので、お手本動画を見ながら家で一回やったんですけど、明日もやろうとは思えなかったですね、やっぱきつすぎて。でも本当はやった方がいいんですよね。今日じゃあもうあとね一歩なので頑張ってやりましょう、はい、そうですね、はい、楽しくやりましょう、はい、楽しく、はい、やりましょう。まあ、ここが頑張り時ということで、皆さん最後まで一緒に汗かいて頑張りましょうね。なんかこう全然カメラが切り替わらない。こっちに私カメラがあるんですよ、皆さん。あ、ありがとうございます。こちら見えます？あの最後までこれであのエクササイズはおしまいで、あとはあのルミちゃんと森川さんの可愛い可愛いあの動画になるので、最後の最後ここでギャーギャー騒いで汗かいて、あのぐっすり眠れるシルバーウィーク初日にしましょうよ、ね、ああもうから元気だということで、あのタオルと水分補給がすごく大事なので、汗拭くタオルと、あと飲むお水かお茶とか、まあ、そういうあの糖分入ってないものですねがあるといいと思います。ということで先生お呼びしました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっとね、私ねずっとこう画面の、ね、外側にねあのいる先生をがちょっとこう見切れてたのを見てたんですけど、はい、あの前回土井先生という先生に、はい、あの教えていただいたんですね、はい、なんか土井先生全然怖いんですよ、見た目がもう強い金髪で、テロップ先輩ですよね。はい、あ、これ土井先生なんですよ。で、土井先生ちょっと変態で、三谷さんの足が小鹿になるのが楽しみでいつも見て笑ってるんですとか言ってたんですけど、なんか変態可愛い土井先生じゃなくて本気で怖そうです、北島先生。いや、そんなことないです。見てください、これ全身下からご覧ください、このプロポーションです、ほら、すごいですよね。でもなんかやっぱいかついこうレギンスを履いてらしてやっぱ強そうなんですよ、やっぱりどう見ても。だからこう私怒られるんじゃないかなって今すごく心配なんですけれども。怒ったりしません。本当ですか？大丈夫です。北島先生こう見えても中学生のお子さんお持ちのお母さん。お子さんいらっしゃるんですか？はい、います、息子一人は中学生の、どのお腹からお子さん生まれたんですか？腹から出ました、ね、本当ですか？はい。おいくつだと思いますか？おいくつ、うんうん、本気で、本気の私の当てにいっていいですか？33。なんかすごいいい人ですね。え、私43です。43、はい、
悲しくなってきた、なんか。私も43くらいになった時にこのぐらい綺麗でいたい。なんか今のところ私43歳って結構太って、なんか三谷アナ劣化したなみたいな、やっぱり43にもなるとちょっとやっぱ劣化するような、太ったよなみたいな、出産するとやっぱなかなか人間痩せにくいよなみたいなことを絶対ツイッターで叩かれるんだろうなって思ってるんです。そんなことないです。本当ですか。はい、下ヨガでこのボディを保ってらっしゃるんですね、はい、腕も細いし、なんかいいな、43か、うん、私もそんな43歳になりたい。というか先生、身長高くないですか。高いです。173あります。なんか今横に並んでて、ちょっとこの画面ちょっと見てくださいよ、私足短。いや、そんなことないですって。なんか悲しくなってきちゃった。なんか私こう、なんか辛いですまあね、今回ですね、相撲ヨガやるんですけど、先生厳しそうじゃないですか、北島先生でね、本当に相撲ヨガきついんですよ。で、私だけこうビシバシ怒られるのもなんか嫌なので、もう一人ちょっとアナウンス部でガタイいいなって思う後輩いたので誘ってきました。こちらです。あ、せなくだー、せなくだー、頑張ろう、並木頑張りましょう私と並木はですね、アナウンス部内でもちょっとガタイがいいんじゃないのって言われている2人でしてね、はい、寺川新平アナウンサーにいつもお前ら2人は本当にもう可愛いなって言って育てられている私たちなんですけれども、はい、2人で今日は頑張っていこうと思います。並木ちゃん、何か悩みがあるのかな。はい、私はもう二の腕がもうプルプルで、あと何か知らないですけど肩こりがひどいんですよ。本当にマッサージしてもらって指が入らないくらい。あ、そうなんだ。ガチガチなので、もう今日はそこに効く相撲ヨガを教えていただきたいなというふうに思います。つむぎさんがちょっと元気ないので、はい、私がその分元気マシマシで頑張りますので、そうね、よろしくお願いします。私の分も頑張ってもらって、私はちょっとサボらせていただくわ。ダメです、ね、2人で頑張りましょう。バレないようにサボるから私、はい、で先生、これ肩こりとかにも効くんですか。二の腕、もちろんです。二の腕シェイプとか肩こり解消にも、はい、とても効く動きが多いので。なんか太もものね、このここのイメージですけどね、下半身に効くイメージありますね、うん、でもお腹の奥を使うということは、肩の位置もすごくいい位置に戻してくれるので、コリほどけていきます。ということで、全身運動でございますよ、皆さん。はい、はい、この動画の期間もですね、ハッシュタグドーハジ祭りでどんどんツイートをしてください。さっきみたいに私がサボる時間がね、皆さんのツイートの数で変わるので皆さんがたくさんツイートしてくだされば、私のサボる時間増えるんですよ。だからお願いだから、いっぱいツイートしてください。で、ハッシュタグドーハジ祭りでツイートしてください、お願いします。で、この動画始めてみましたの公式ツイッターをフォローして、ツイートしてくれた人の中から抽選で100名様にギフト券1000円分をプレゼントするそうです。で、この配信中にチャンネル登録者数が1万人以上増えたら、その数がなんと500人に増えます。イエイ。だからみんな、とりあえず詳しくはこの動画の概要欄を見て、この下にあるですね、チャンネル登録をポチッと押してください。そうすれば500人に増えます。そして私のサボる時間も増える。イエイ。頑張っちゃダメです。ということで、皆さんどんどんツイートしてください、よろしくお願いします。さあ、では地獄のレッスンに参りますか。やだなぁ、そんな脅さないで楽しくやりましょう。そんな辛いんですか。いや、もう私はやりたくないよ、本当に、本当にやりたくない。今なんかもう本当にやりたくない。知らないからさ、私昨日ジム行ってきたんですよ、うん、で結構太ももの裏とか筋肉痛なんですけど、はい、これやばいですか。いや、大丈夫です、構いながらやりましょう。ジム行ってるんだ、偉いね。行きました、行きました。ジム行ってるんだ、うん、偉いね。いや、つむぎさんも行ってるじゃないですか。行ってない、最近。最近行ってないんかい。そうなんですか。サボっちゃってるんですか。あれ、ね、あー、バレちゃったな。今バレちゃった。現地取りました今。いいんだ、でも日曜日に行きます。明日行くよ、ジム。まあそんなことはいいんですよ、とりあえずね、はい、やりましょうか、相撲ヨガをね。ではまずは何からでしょうか。まずはストレッチからやっていきましょう。はい、準備です。では一度座って行っていきます、はい、あ、座っても大丈夫ですか。はい、はい、両足前に伸ばしてください。はい、では両膝を少しだけ立てて、両手後ろについて、はい、はい、そしたら左膝を曲げて、右足の上に軽い手かけます。はい、で背筋長く伸ばしてください。はい、伸ばしました。じゃあその背筋のまま息吐きながら右膝を深く曲げていきます。どこまでいきます。あ、もうこれ以上無理と思ったらそこでストップです。
背筋長く伸ばしながら、はい、息吐くたび左膝を向こう側に押します。左膝向こう側に。そう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 。あー、股関節が。そうです。これは左の太ももが。そうですね、お尻が効きますね。股関節が伸びてます、はい、しっかり効いてますね。痛い。まさにそこです。全部が痛い。痛い。 OK です。では足をほどいて、もちろん反対いきますね。はい、ちょうどいい幅になってると思うんで、このまま右膝を曲げて、はい、右足を左足の上にかけます。はいはい、背筋長く伸ばしてください。息吐きながら右膝を向こう側に押しましょう。ギューッと。いけるところまででいいですよ。痛い。冷えてたお尻とかもものあたりが使われて温まってきます。痩せる準備ですね。痩せる準備って頑張れますね。モチベーション上がりますよね。頑張って頑張って、つむぎさん。はい、ではほどきます。はい、はい、足ほどいてください。はい、もう疲れた。早いよ。早い早い。よし、頑張るぞ。はい、はい、頑張りましょう。立ち上がりましょうか。はい、立ち上がります。あとは太陽礼拝って前やりましたよね、はい、ちょっと今日も一回やっていきたいと思います。はい、ではマットの前方にお立ちください。はい、うん、ミキさんも少し前の方がいいです。はい、はい、両足裏でギューッと踏みます。はい、息を全部鼻から吐いて、吸う息で横から大きく持ち上げます。そうです、そうです。吐いて股関節から前に倒しましょう。足のサイドに手をつきます。前屈ですね。いった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 。右屈大丈夫ですか？足の裏がビリビリしてます。はい、いい感じです。痛いよ。はい、ちょっとそのままいましょうか。え、なみきちゃん、やらかいじゃん。私つかないよ、下。あ、痛った痛った。つみぎさん、鬼硬い。鬼なのよ、私。つみぎさん、はい、痛い。じゃあ、両手を床について、膝軽く曲げましょう。手つけるように。吸い息、頭を起こして、背筋長く伸ばしてください。右足後ろ。少し深く落として、右の股関節開きましょう。はい、次、吐く息、左足後ろ。板のポーズ、プランクって言いますね。はい、お腹の奥ギュッと使います。体幹一気に上げましょう。はい、次吐く息、膝床について、脇締めて胸、顎、床についてきます。あ、これ、これできないんだよ、これ。そう、これ二の腕に効きます。肩こりにも解消です。肘後ろに向けましょう。脇ギュッと締めてください。はい、ですね。吸う息、体を起こします。足の子でグッと踏んで、お腹を伸ばしてあげてください。はい、はい、吐く息、お尻持ち上げます。背筋長く伸ばして、下を向いた犬のポーズって言いますね。痛い。ラウンドアップですか？そうです、そうです。よくご存じ。何それ？ヨガのポーズですよね。そうです。ももの裏伸びますよね。あーきつい。お尻も伸びてきますね。はい、手汗がすごすぎて、私もうどんどん手が前に出てって、マットの方に、マットの外に手が出そう。あ、じゃあ戻しましょうか。はい、では右足を手と手の間。右足を手と手の間。無理、先生やろか。はい、左足も手と手の間に戻します。はい、吐いて膝曲げて、股関節ギューッと引き入れます。そう、お尻を空高く突き上げるように。あー痛い。はい、感じです。この辺ピリピリ。足の裏でグッと踏みながら、吸い気、体を起こしていきましょう。両手も横から持ち上げて、手のひら上に合わせます。吐いて胸の前に合掌です。はい、今お二人とも呼吸に合わせてすごくゆっくり動けていたので、はい、はい、いい感じで血巡り良くなってます。はい、はい、ありがとうございます。今もうなんかチャクラが溜まった感じがします。はい、ではここから早速脂肪燃焼の方に入っていきたいと思います。はい、はい、コメントいただいてます。つむぎちゃんサボるな、見てるぞ。見ないで。もう本当、私本当いっぱいサボっちゃうかもしれないけど、なんかまあ三谷サボってるなって感じで見てくれた方が嬉しいな。三谷かけるマリナの取り組みみたい。いやいや、絶対私勝つもんだって、これは。いや、負けない。本当？負けないの。まあ、いい勝負かもしれない。はい。動画見ながら私もやります。はい、一緒にやってください。ぜひ、あのヨガマットなくてもできますよね。大丈夫です。はい、お家でも簡単にできるので、ぜひやってみてください。体が硬いからきつい。いや本当にそう。私も体硬いから、ガッチガチだから、もうすでにこの辺もピリピリきてますしね。
でもやっぱストレッチが大事なんですよね。大事ですね。血巡りを良くしておかないと、うん、ダイエットには効果が上がっていかないので、うん、伸ばすの大事です。ということで、いきなりね、きついトレーニングをするんではなくて、やっぱりその前に一度こういうストレッチを取り入れることによって血巡りが良くなって、うん、チャクラが溜まっていいね、分かんないけど攻撃ができるようになるということでございます。攻撃はしないんですよ。しないか。攻撃はしないんですよ。しないか。なんか急にちょっと丸太が出てきちゃいました、すいません。確かに怪我もね、しにくくなりますもんね。そうそう、怪我はね、大事だからね。そう、はい、ストレッチしないと怪我 しやすくなっちゃうとか、安全ね。はい、じゃあちょっと地獄の稽古の方に入りますか。はい、では入っていきましょう。はい、では足を大きく開いていきます。目安は自分の肩幅の2倍以上。はい、2倍以上。肩幅の2倍以上。はい、で後で足の幅を変えてももちろん大丈夫ですから、はい、でつま先を外に向けてください、はいはい、ではそのまま恥骨をおへそに寄せて、はい、下腹部キュッと締まりました、はい、肋骨を腰骨の方にグイッと下げます。お腹薄く締まりましたね。これもう腹筋が、はい、もうお腹が引っ込むのがこれで確証済みのような感じですね。もう腹筋が、なんか今理想のお腹になってますね。そうなんです。もう腹筋が、でこのお腹を維持したまま相撲の動きをしていきますから、はい、はい、これよく覚えておいてくださいね。やりたくない。はい、じゃあまずは腰割りの方といって、はい、骨盤周りの緊張性をしながら血巡り上げていきます。はい、はい、で腕を前に伸ばしてください。手のひら天井に向けていきましょう、はい、お腹締めて背筋長く伸ばして、そうです、足の裏で踏みます。はい、では息を全部吐いて吸いながら腕開いて腰を落としていきます。ゆっくりです。その時に、はい、一回止まって、でつま先の真上に膝が開きます。はい、感じですね。お尻の穴真下に向けて、コア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 、はい、で吐きながらゆっくり膝伸ばしていきます。いや、カメラマンさんが笑ってるんだけど、ムカつく。めっちゃきついんですけど、これこれを繰り返していきましょう。これきついでしょ。きつい。足の幅大丈夫ですか。はい、はい、まだ OK です。では息を吐いて吸いながら腰を落として腕を開いていく。足の裏で踏む。吐いて膝を伸ばして背筋長く繰り返す。吸って吐いて足の裏ぐーっと踏みながら、もっとゆっくりです。吸う。これゆっくりの方がきついですね。そうなのよ。吐く。ぐーっと踏みながら凄ましく吸って凄ましく。弱しい。膝もっと外に開いてみましょう。いい感じ。吐いて足の裏でぐっと踏むとお尻にきますよ。ヒップアップです。はい、吸う。もう泣きそう。吐く。ビキっています。まだ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 です。まだまだ。さあ、お腹怖いですか。吐いて肩を下げ、首長く吸う。二の腕のシェイプにもなります。吐いて土井先生もゆっくり。もっとゆっくりしましょうか。もういいです。もういいです。もう大丈夫です。これ呼吸しながらも体に力は入れっぱなしですか。はい、もちろん入ってます。ずっとです。私は開きすぎかし。あ、いいですよ。そうやって調整してくださいね。はい、内ももに効いてますか。効いてます。吸って腰深く落とし、お腹締める。吐いて。やってますか。いや、本当視聴者の皆さんやってくださいよ。内緒にやりましょう。笑ってるだけだったら本当に怒りますよ。痛みを分かち合いましょう。吐いて吸って、あと5回いきますね。吐いて。5回は無理。出てきます。大丈夫です。吐く。もうあと2回しかないです。吸って。あ、優しい先生。吐いて。ちょっとラストです。ラストです。頑張りましょう。吐いて。あ、痛い。よく頑張りました。まだ行きますよ。マジ。そう、誰もやめていいとは言ってません。ごめんなさい。頑張ってください。もうそぼろっとしちゃった。はい、腕を上げてください。二の腕細くしましょう。はい、息を吸って吐いて腰深く落として腕開いてくださいね。はい、二人とも綺麗な形です。コアも入ってます。
尻の穴の真下に向けるように下腹部を締めてください。もう喋んないでください。早く終わりにしてください。いえいえ、まだまだゆっくり行きましょう。はい、手のひら正面で息を吸ってお腹締める。吐いて体を右に倒していきます。そうです、目線空見て、いい感じ。吸って体を起こす。吐いて左、女神の肩と言います。繰り返しましょう。吸う、吐く、無理無理無理、吸う。先生ちょっと休憩お願い。もう無理。つむぎさん、つむぎさん休憩させてほしい。あ、そうですよ。まだまだいきますよ。はい、はい、お願いします。吐く息で体を倒す。で、吸って戻す。吐いて倒す。お尻元下げて、吸って。え、よく平気だね。すごいですね。私ちょっとこれ才能ありかもしれない。前世お相撲さんだったかもしれないですね。強いね。え、痛くないの？痛いです。でもこれが筋肉痛の痛みなのか、ね、今の痛みなのか分かんないです。今いい感じで自分の痛みか。いや、今の痛みですよ。じゃあ大丈夫、まだ大丈夫ですね。はい、私はもう息が上がっている。ちょっと一回休憩しませんか。休憩しますか。ですよ。いいですか。はい。やったー。もう休憩だ。あ、疲れた。休憩しましょう。そんなだけですよ。今日は休憩のために物を持ってきたんですよ。こちらです。運動した時にぴったりなスポーツ飲料、リポビタンゼリー4スポーツでございます。こんなもの今日持ってきました。さあ、こちらなんですけれども、スポーツ時の栄養補給で大切なのが短時間で多くのエネルギーを補給することということで、まあ、アスリートの要望に応えていち早く体にエネルギーを届けることをコンセプトに開発されたゼリー飲料なんだそうです。ちょっと息が上がっていますが、こちらね、どんなスポーツにもおすすめなんだそうです。あー疲れた。これで飲んで、これでもあれです、栄養補給になるから、私今もう結構疲れちゃってるんですけど、あと40分ある。はい、長いで、これ飲んで。そうね、40分分ちょっと並木社の分も用意しましたので、一緒に飲みたいと思います。うん、あ、マスカット味、うん、飲みやすい。おいしい。おいしい。うん、あ、つむぎさん、しかも、うん、これタンパク質 4.1g、うん、脂質が0ですよ。そうなのよ、見て、私もびっくりしちゃった。ダイエットにぴったり。エネルギーが200キロカロリーだからね、いいですね。いいね。わあ、これ美味しいわ。うん、うん、うん、あ、明日アビマ的ニュースショーの後ジム行く体力あるって、いや、ないと思う。今もなんかない気がする。もう明日、私そもそもだって多分身の太ももの筋肉痛がひどすぎて、アビマ的ニュースショーのオンエアに出られるか心配になってきた。え、先生も飲んでみてください。あ、いいですか。これで初級編なのって、いや、本当にこれで初級編なんですよね。先生、笑えないですよこれ。初級編なんですよ。じゃあ、あのね、私これ今日ラインナップ見せてもらったんですよ。はい、地獄よ。地獄、うん、なんで。いや、最初なんか今これ結構簡単なんですよ。この仕切りの、あ、仕切りじゃないわ、腰割りの方って。で、今ちょっと口走ってしまった。仕切りの方っていう、もう私が最強に嫌いな方がある。これよりもきつい。いや、もう全然きつい。100億倍きつい。100億それがね、最後の最後に待ってるのよ。いやー、ちょっとこれはだから私今こうやって喋って時間潰して40分の間にできないようにしようとしてる。あ、これ大丈夫ですか。今サボってますよこの時間を使って。今誰よりもこのゼリーをゆっくり飲んでる。だってもう全部飲んだ。全部飲んだ。もう飲み合ってますね。はい、つむぎさん完食しました。完食しました。はい、美味しかったですか。めっちゃ美味しい。うん、先生これいかがでした。美味しいです。これすごい好きです。うん、美味しい。飲みやすいですよね。こうやって片手で飲めるのもいいですね。なんかこう運動後とか運動中ってなんか食べ物食べるのはちょっとなんか気持ち悪くなっちゃうかなみたいなあるじゃないですか。でもみんな一概みんな言うのが、エネルギーは取らなきゃダメって言うじゃないですか。はい、そう、代謝下がっちゃうんですよね。そうなんですね。だからなんか程よく炭水化物も取りなさいとか言うじゃないですか。その運動後は炭水化物ちょっと食べなさいとか、はい、これ炭水化物46も入ってるんですよね。
しかもタンパク質も取れて脂質はゼロっていう。だから本当運動中とかね、運動前とかにいいですよね。そうですね。ね。ああ。少しやっただけなのにかなりきついってコメント。先生のスタイル抜群にいいですって。ありがとうございます。いや本当43歳には見えない。しかもお子さんも産んでらっしゃるっていうのが産みました。え、この相撲ヨガでお腹は戻したんですか？ね、はい、あとはホットヨガとか普通のヨガとか。ヨガっていいんですね。呼吸が大事って言いますもんね。もうちょっと喋ろうかな。栄養補給、ね、はい、しました、はい、でまあ栄養補給したからちょっと心機一転頑張りましょう。体もみなぎってきました。よし、はい、では続きを、はい、はい、じゃあ今腰割りが終わったので次女神のフローからいきますか、はい、女神の続きいきましょう、はい、さっきの足の幅に開いていただいて、はい、つま先を外に向けたら膝曲げて腰落とす、はい、いいですね。かかとの前膝きましたね。コア入れます、はい、腕を肩の高さ、手のひら正面、息を吸って吐いて体を右に倒していきましょう。右股関節ギューッと引き入れ、左足裏で踏みます。はい、吸って体を起こして吐いて反対、あと4回いきましょう。吸って4回、吐いて、もう少し腰落とします。吸って肘を伸ばしてください。吐いて腕遠くに伸ばす、はい、上手です。吸って吐いて肘伸ばしながら、はい、素敵です。吸って吐いて、素敵です、素敵ですよ。素敵じゃない、あと2回だけ。吸って波にすごいね。吐いて全部吐いてくださいね。波ちゃん私ちょっとコアが、コアあるかもしれない。お尻にも効いてきましたね、はい、じゃ腕を下ろします。そしてゆっくり膝伸ばしてください。はい、お尻が熱くなってきました。ここで一回四股踏みしていきましょう。四股踏み、はい、相撲さんの四股踏みです。はい、あのこれね、そうです、結構わかりますねびっくりしちゃった今。そう、これよ、はい、あ大変だ。はい、じゃあ四股いきますか。はい、はい、こちら四股でございます。少し足閉じた方がもしかしてやりやすいかもです。はい、ザ・お相撲さんって感じですよね、四股というと。土俵入りのね、時にするそう。でもこの四股っていうのは何に効くんですか？これは一歩の足で全体重を支えるので、はい、まず足が綺麗に締まっていくというか、そしてお尻の筋肉もポンプアップするので、ヒップアップだし、うん、あとお腹の奥も締まっていくから首でもできますね、うん、へー、お相撲さんって、はい、実は引き締まってるんですね。引き締まってますよね。お尻とかすごいいい感じしてるし、確かに、はい、はお尻上がってますもんね、キュッと、ね、足もキュッとしてるし、はい、確かに、そうなんです。そうか、近づけるということで、はい、では早速やってみましょう。徐々に深めていきましょう。左足に体重を乗せたら右足上げます。ね、バランス取る練習。めっちゃ難しい。つむぎさんすごい。バレーやってたからね。素晴らしい。すごいすごいすごい。で、背筋長く。で、吐いて足下ろします。で、今度反対。吸って足上げて。吐いて足下ろします。視聴者の皆さん一緒にやってますか？吸って右膝を曲げて持ち上げましょう。吐いて足下ろして踏み込みます。徐々にお相撲さんらしく。吸って右足体重乗せて左膝を曲げて持ち上げる。吐いて下ろします。ゆっくりです。はい、吸って右膝上げる。吐いて落とす。吸って左膝上げる。吐いて下ろす。先生、高さが違う。はい、吸って、そうですか。じゃあもう少し上げましょう。無理足数だけ首でできますよ。頑張って。はい、手を下ろす。はい、吸って、そして膝を伸ばしてみてください。はい、手を下ろします。これきっとさ、下の後が上手にできるだろうね。できると思う。吐いて、ああ、でもすごい上がってますよ。上手です。吸って吐いて、しんどい。足もすごいしたいですよね。したいです。じゃあ頑張りましょう。はい、ほっで、これをあと2回頑張ってください。もう
大変だこりゃ。皆さんバレーやってたんですよね。そう、下の人ごめんなさい、どんどんしてしまって。最後足頑張ってあげて、はい、下ろします。でゆっくり膝を伸ばして腰を上げましょう。あ、一気に心拍数が上がりました。はい、脂肪燃焼する準備がしっかり整ってますね。いやー、はあ、疲れた。さすがむなみきも疲れました。思考はやばい、まあ、やばい。ちょっと触っただけでもかなりお尻周りとかも形が変わってくるので、あと熱くなってます。そうなんです。確かに。なんでですかね。血が巡って燃えてるんで。え、これってやっぱ冷え性の人とかって聞きますか。あ、すごくいいです。私冷え性なんですよ、実は。こう見えて、こう見えて、なんて言えばいいんですか。手足の先がすごく冷たくなってしまうんですよね。じゃあ毎日やりましょうか。毎日やりましょう。毎日やりましょう。では、はい、背筋長く伸ばしてやろうとするので、肩周りもだいぶ確かに暖かくなってますよね。前肩も後ろにね、そうですね。猫背も改善されそう。確かに。猫背、うん、猫背、いつも俊平さんに言われる。本当だ。猫背って。これ田畑さんにも猫背だよって言われる。本当ですか。いや、奈美ちゃん言われなそうだよね。私割と猫背ではないんですけど、でもこう腕を回すとゴリゴリ言うんですよね。肩が凝ってる。これも解消できるのかな。大事だね。できますね。あ、コメント来てますね、うん、ファイト一発。全然元気がない。ファイト一発。あと、つむぎちゃんぐじぐじ言いながらやってるの可愛いって。いやー、もっとぐじぐじ言いながらやっちゃう。いいの、いいんですか、ぐじぐじ言いながらで。めちゃくちゃ文句言いながらやってますけど。でも本当いつも私あのカットされてる部分いっぱいあるんですけど、 YouTube の収録中めっちゃ文句言いながらやって、もうやりたくない、本当疲れたとか言って。あれ以上にですか。そうだよ。どんだけ言ってるの。だから今本当にこう皆さん普段の私を見ていただいてるような感じですね、はい。すいません、文句言いながら。私あのかねてからですね、目標がございまして、はい、まずですね、こちらのお尻がないんでございます。私、見ていただければ分かると。お尻がないっていうのは筋肉、こういう風にお尻を丸くね、こう、はい、外国人の女性みたいなお尻が憧れるんですよね、はいはいはい、まずお尻がない、平ら、分かるかな、こう平らなお尻。確かに。そうなの。奈美ちゃんお尻あるよね、ちゃんとね。私スクワットジムでやってて、ね、あ、すごい上がってるね、お尻。上がってきましたね、うん、え、すごい。すごいよ。マジで。だって見て見て、私と比べたらすごいよ、ほら。あら、かわいそう、私のお尻。ね、これが私今一つ悩みで、はい、続いてこちら、はい、これだいぶできてたんですけど、うん、足の隙間をこんぐらい欲しいんですよ、やっぱ、はい、スカートはなんかこうミニスカートとかは履かないですけど、うん、もし履く時が来た時に綺麗に履きたいなっていう、うん、トゥワイスみたいな足で憧れるじゃん、やっぱ。確かに飛躍ですよね、トゥワイスは。そう、足の隙間を作りたい。そう、これがもう一つね、はい、最後、腹筋を割りたい。腹筋今全くないですか。でもね、さ、ここのラインが入ってきたの、ちょっと、うん、お、腹斜筋ですか。そう、腹斜筋が、うん、でも藤田ニコルさんみたいな、ニコルみたいな、あのこの縦の線ちょっと綺麗じゃないか、あのニコルさんのこう、はい、みたいなのに憧れるんですね。これも相撲ヨガで叶うんですか。はい、ちょうどいいのがあります。ありますか。やっぱりな希望ですけど、じゃあ一緒にやってみたいな。はい、はい、足大きめに開きます。さっきと同じぐらいですね。はい、で、つま先外に向けて、はい、膝を曲げていきます。腰を落とします。さっきよりも多分股関節温まってるんで、うん、もうちょっと足開けるかなとは思うんで、はい、で、そこで声を入れてみてください。男性がニヤニヤしてる。はい、コア入ったらお尻の上の方の筋肉こうギュッと入ったの分かりますか。はい、はい、きますよね。もうきました。じゃあ、あと3センチだけ落としましょうか。はい、はい、骨に近いところきましたよね。はい、はい、もうトントンアップしてますね。いい感じで。痛いよ。はい、ではここから土俵入りの方大丈夫です。はい、では右手を腰に当てて左手を横、はい、で息を吸う、胸広げる、吐いて腹を落とす、腰を落としたまま吸う息、体を起こして腕入れ替える、吐いて腰を落とす。そうです。
入れ替えます。吸って吐いて腹を落とす。お腹ぐっと締めながら、はい、いいですね。吸って入れ替えて吐いて、お腹ぐっと締めてお腹割りましょう。腰落とす。吸って吐いて、動きは地味なんですけれどもめっちゃ効きますよ。吸って吐いて、泣かない、はい、吸って泣きそう。吐いて、あ、お腹薄くなってきましたよ、頑張って、はい、吸って、吐いて、はい、吸気で体を戻しました。ではゆっくり膝伸ばしてください。はい、では尻尾踏みやってみましょうか。このまませっかく、はい、こう筋肉張ってきたところで、いや、はい、本当皆さんもお水飲みながらやってくださいね、本当に。いや本当、ちょっと見て汗、ほら見える、休もうとされてますので、ほら汗、本当だ、これハイライトじゃないからね汗よ、はい、あ、暑いです。暑いですよね。代謝がいいですね。本当ですか。影さん本当代謝いいですよね、うんうん、やっぱ太ってるからね関係ないです運動してからこう巡りが良くなってきたっていう証拠じゃないですか。筋肉量もねついてて巡りいいですね、うんうん、でもやっぱ相撲ヨガが一番代謝上がりましたもん、私やって、うん、わかります。きついですよね。きついです、うん、三谷アナ解説の相撲ヨガ見て自分もやってます。ありがとうございますそういう人がね増えると嬉しいなと思って、私もねいやいややってるんですよ。いや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 、まあそうね、大変だけど頑張ってやってます。一緒にやってみてますが、すごくきついし疲れる。そう、てか一緒にやってくれてありがとうございます。ありがとうございます。きついのは共有した方がね頑張れますからね、うん、先生みたいに足上がらない。いや本当何このすごいね先生、すごい。なんかバレエとかダンスとかやってたんですか。ちっちゃい頃にやってましたけど、でもヨガです、全部。全部ヨガですか。はい、体幹があるからブレないですしね。はい、ね、私ブレブレだわ。いやでもつむぎさんもバレエやってたからすごい上がってましたよ。上がってる。どうですか。はい、お二人ともすごい安定してますよ。どうですか。まあ、はい、なんて言ったってガタイがいいからね。田中さんお墨付きですか。そう、俊平さんにお墨付きなんで。はい、じゃあちょっと、はい、次シコですかね。シコありました。はい、先ほどの先生の綺麗な足をご覧ください。はい、であのダイエットの追い込みということなので、はいはい、少しバージョンアップしてきつさを出していきたいと思います。はい、はい、では少しずつ待ってください。何ですか。バージョンアップして、バージョンアップしてきつさを、きつさを出していきたい。もうきついんだね。もうきつい、もうきついですよ。いや、まだ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 いきますか、うん、まだいけます。もうちょこっとだけダイエットのサポートしたいのでやんなきゃいけませんか。はい、そっか。もしかしたらこれ、はい、もしかして、もしかすると、うん、明日ぐらいから私と並木は出社していないかもしれない、うん、もう筋肉痛すぎて家から出られません。皆さん起き上がれないかもしれない。でもいっか、とりあえず今日楽しければそれでいっか。そうですね、はい、頑張ります、はい、頑張ります。では一緒にやりましょう。はい、はい、では吸う息、右膝を胸にぐーっと寄せて、はい、はい、吐いて腰どうすると、はい、吸って持ち上げる、吐いて落とす、もう一回吸って右足上げる、吐いて落とす、吸ってお腹力入れて吐いて落とします。今度膝伸ばしましょう。吸って吐いて落とす吸って膝伸ばす、吐いて下ろす。じゃあ今度は足上げたままキープです。ええ、じゃあいけるところまで。ほら、お尻のあたりが効いてきましたね。あー、これやばい。反対も。面白くなってきちゃった。はい、キープキープキープ。あー、ま、ちょっと待って。嘘。吐いて下ろす。はい、ですね。じゃあもう一回やって、お尻を一回りちっちゃくしていきましょう。はい。はい、吸って足上げる。キープです。はい、これは大変だよ。これはもう。吐いて下ろします。最後、吸う息上げる、キープ。はい、あ、慣れてきましたね。体操選手。はい、
手下ろします。はい、で腰落としたまま、はい、そのままお尻に効かせます。筋性、ね、はい、の方といいます。二の腕のあたりにも効かせていきましょう。背筋の中もあります。はい、はい、で腕はね、で肘は肩と同じ高さまで来て、それじこの時点できついですもん。そうそうなんです。で肘をギュッと寄せます。あーもうきついよ。腕の骨同士を平行に、でお腹を締めて腰を落とす、はい、息を吸う、吐いて腰を落とす、あーで吸う息、腕がばーっと動かす、肩動かしながら背筋を上げて、ちょっと先生無理、吐いて落とす、全身に効きますよ。じゃあもっとやりましょう。やだめ。あと4回だけ。いやあと20分もある。長いよ。いいよ。はい、頑張る。頑張りましょう。はい、はい、腰を落として。はい、肘を寄せて、息を吸う。吐いて腹を落とす。お腹ぐっと締めながら、吸う息、腕がバーッと気を集めて、上半身を。吐いて下ろす。吸って。吐いて。腹とお腹ぐっと締めて。吸い息我慢。これはきついわ。上手です。吐いて下ろして。吸う。吐いて。もうやだ。吸って。無理無理。体を起こす。痛い。吐いて下ろす。じゃあと3回頑張って。大丈夫です、できますできます。はい、吸う、吐いて、あーやめて、無理無理、吸って、吐いて、あと2回しかやらない、もうあと2回もある、吐いて、吸う、体を落として、なにちゃんすごいね、吐いて、アスリートですね。はい、あともう1回吸う、吐く、あーもう絶対こんなのやるって聞いてない。はい、さあ頑張った膝を伸ばしてあげて、ああ一気に巡る、ああ眠れもう無理、いやすごい、なんか足の可動域が広がった気がします。まみちゃんまだ元気ね。私はもう何もできない。鈴木さんコメント来てます。本当見るわ、これをルーティンにしてるお相撲さんってすごい、いや本当、本当そうですね、だって見てこの汗だく、うん、わかります、ほら全部これハイライトじゃないよ、私天然ハイライト、うん、すごくない、テッカテカ、あと三谷アナのリアクション面白い、一緒に頑張れる、ありがとうございます。ねえ本当面白いとかじゃなくてこれ本気なのよ、面白いと思ってやってるわけじゃないのよ本当。つむぎちゃんもう少し頑張れ、え、それ書いてる人ちゃんとやってますか、なんか余裕な感じがしてちょっとあれ、自分がやってみてください、これもうほんとこれで精一杯だから、ヨガきついけれど楽しいです、だって先生、いや嬉しいですね、ねえきついですよね、でもこれね、でもこれ自分の体を痛めつけてる感じがしてさ、うん、なんか痩せそうな感じはするよね、いやこれはもう絶対これで痩せてなかったら私文句言いたいです、そうだよねっていうぐらいやっぱなんか引き締まったし、もう今すでに筋肉痛始まりつつあるもん、なんかはい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 、先生にバレてないか、まあ、言わないけど、バレてなかったなって思ってるから言わないけど、なみちゃん頑張ってる、セミさん表情はきつい顔作れるんですよ、そうそうそう、でも絶対サボってるサボってない、本気だもん、てるからもう本当スモヨガ本当すごい、あスモヨガすごいってコメントも来てますね、うんうん、仕事が手につかない、えじゃあ一回ちょっと小休憩ということで、うんうん、この1時間は一緒にスモヨガやりながら、うん、ね、あのね、リフレッシュしながら、ちょっともしかすると疲れすぎちゃってあの次の仕事に向かえない可能性ありますけど、それでもいい方は一緒にやりましょう、
さあ皆さんどんどんですね、ハッシュタグドーハジ祭りをつけてですねツイートしてください。こうやってあの休憩時間になりますので、このあのツイッターのコメントをご紹介する時間が、あのどしどしこのご応募いただければですね、あの私の休憩時間が増えますのでよろしくお願いいたします。めっちゃ休憩したい、めっちゃ休憩したい今だ。あーもう本当に休憩できて嬉しいわ。めっちゃ時間稼ぎしてる。疲れた。でもまだね、はい、残ってんのよ1個、大好きなの残ってますね。これが一番辛いと噂の。そうでもね、この金星の方、私今日初めてやったんですけど、はい、これもなかなかでした。結構ね、上位に入るなかなかのきつさでした。嘘でしょ。え、これと肩を並べるほど辛いってこと。いや、もっともっと、なんで100億倍よ。え、まあ、金星の方なんてもうね、へのカッパよ。へのカッパ、うん、ちょっと本当にこれはしんどい。いやだからそう、ツイッターのコメントお待ちしております。あと15分だからな、ツイッターのコメントでつなげば終わるぞ。はい。そもそもお尻を作りたい、足の隙間を作りたい、腹筋を作りたいって言って、つむぎさんが言ったからこのメニューになったんですよ。そうだから言わなきゃよかったなって。だって今もうナイスバディだから別に必要ないって言えばよかったなって、すごい正直に自分の足りないところ答えちゃったなって思って今すごい後悔してる。後悔して、うん、本当にそれよりきついから。そう。ちなみにあとどれくらいで目標達成なんですか。あとでもね、今度の動画でも皆さんに多分発表することになると思うんですけどね、うん、1キロです。でも割とねいいとこまで行ってます。あとちょっと。そう。今ゴールはねちょっと見えてきたかな。そう。でもね、サボってるから。サボってるか。近頃。近頃とてもサボってる。さっき何食べたんですか。今日お弁当食べちゃって、中華料理お弁当を全部食べちゃいまして、その後にあのカフェオレも飲んじゃいまして、もう先生にいやそれはダメでしょって言われました。エクササイズするって言ったのに、うん、あのキザのね、そうお弁当、中華のお弁当、油たっぷりの美味しいやつを、そうそもそもそんなものを用意してるスタッフがいかがなものかって話ですよね。このダイエットしてる私に対して、あの油の多い中華料理を、うん、でも美味しかった中華料理。、うん、エビチリ美味しかった。おかずがチンジャオロース美味しかった。麻婆茄子美味しかった。あ、卵のやつね、そう美味しかった、ね。でね、やっぱねご飯がちょっと固めだったのよ、久しぶりに白米まで食べちゃった、うん、平らげてました。あ、コメントありがとうございます。頑張って、あともう少しね、あと10分ぐらいか、最後仕切りの方やらなきゃいけないのかな、はい、美味しいご飯が待ってますよってね。え、もう早くご飯食べたいな。これ終わったらアイス食べよう。あ、アイス食べた、ちょっとじゃあ一緒にコンビニでアイス買いに行きます。あ、先生の顔がちょっと今曇りました。アイス食べてダメですか。いや、いいですよ。いいですか、はい、じゃあアイス食べる、頑張る。もうちょっと頑張って。頑張ります。先生の追い込みが癖になってきたって。これは結構自分を追い込むタイプの方ですね。でもそういう風に自分を追い込める方の方が絶対すぐにダイエットは成功しますよね。そうなんですよ、はい、私みたいにアマちゃんはね本当に全然ダイエットうまくいかない。いや、つむぎさん頑張ってると思いますよ。東海ダイエットして目標をねもう見えてきたっていう、今まで痩せたんですから、うん、ありがとうなみき。でもそうやって言えば私に好かれると思って言ってるでしょ。うん、思ってめっちゃ困ってる。おいなみきちゃん余裕だねって。ほら、あ、私言ってなかったんですけど、毎朝あの YouTube でヨガやってるんです。楽しい。なんだよ、実は私よりダイエットしてるのか。ダイエットっていうか、ダイエットっていうか運動ヨガやって。えらいね、えらいね、えらいね。私何もやってない。何もやってない、うん、何もやってない。私は逆に食事制限ができないので、うん、動かないとダメなんですよね。食事制限もやってない、うん、それ痩せないよね。皆さん、つむぎさん励ますコメントお待ちしています。シュンってなってるから、あのハッシュタグドーハジ祭りで皆さんツイートしてくださいね。あの1000円分のギフト券当たりますから、100名様に、あの私のこの休み時間を増やしてくださいって言ってもあと12分で終わりだ。あっという間、ねえ、あっという間です。でもやっぱ汗かきますね、うん、この1時間だけでも。すごいかきます。ねえ、代謝が良くなって、やっぱ水飲もう。いっぱいお水飲んだ方がね。もうそろそろもう休憩もね、もういっぱいした。と思うんですけど、はい、どうでしょう。きついけど一緒にやると続けられる不思議。いや本当そうですね。うんうんうん、
相撲ヨガゆっくりがポイントですね、うん、とですね。やっぱゆっくりなんですか、はい、私はねこうね相撲ヨガのサボるやり方、はい、早くやるっていう、ああ早く この時間をなるべく少なくするためにめっちゃ早くやるの、はい、こうやってそうすると早く終わるから疲れない、そうで今やった感はある。なるほど。でゆっくりの呼吸が、はい、呼吸が大事で、はい、ゆっくりやることでより体をこう、はい、絞っていくという、はい、逃がさないでやってください逃がさないで、はい、あと10分なので頑張ります。はい、はい、アイスのために頑張ります。はい、では仕切りの方に入りたいと思います。顔が曇る。やる、頑張ります。でもここまでしっかり筋肉使ってきたので、いつもよりやりやすいですよきっと。そうですか、はい、じゃあやります、うん、やりましょう。よし、頑張る。大きく開いてください、はいはい、でまずは基本の姿勢で腰を深く落としていく、はい、もっと腰落としてください。足の間開きたいかって思ったら開いて、はい、お腹コア入れます。はい、腕上げましょう。軽く握り拳、肘の間を閉じる、肘肩の高さ、お腹締めて、二の腕に効いてきましたね。顎も軽く引きます、はい、いい感じです。息を吸う、吐いて右手左手を下ろす、コア締めて、息を吸って吐いて腹落とす、足の間踏んで、これ出た、吸う息体を起こしてコア入れたまま吐いて腕を下ろします。これを繰り返しますね、はい、はい、吸って肘閉じて吐いて右手左手、吸い息背筋伸ばす、吐いて腹を落とす、もっと、はい、吸って体を起こして、吐いて腕を下ろす、まだまだ、吸う、吐いて右手左手、吸って吐いて腹を落とす、足の裏踏んで、吸い息体を起こして、吐いて、もう無理、もうちょっと頑張ってもいいでしょう、はい、吸って吐いて右手左手、吸って吐いて腹落とす、無理吸って、もうやだー、これが噂の小鹿状態。ラミちゃんなんでそんな余裕なのよ、ね、すごいですね、やっぱね、これなんかお相撲さんみたいになった気分しますね、はいはい、大丈夫です、まだ私、素晴らしい、なんかムカついてきた。はい、頑張ります、頑張りましょう。ナイス、吐いて右手左手、吸って背筋伸ばす、吐いて腹落としてお腹引っ込めて、吸って体を起こす、お尻に効かせる、吐いて腕を下ろす、であと3回、あと3回吐いて右手左手、吸って背筋伸ばす、吐いて腹落とす、吸って体を起こして、吐いて下ろして、どうやったらサボれますか、うん、サボったら追加します、やっはぁ、頑張ろう、はい、吐いて右手左手、吸って吐いて腹を通す、吸って体を起こして、お腹も薄くなる、吐いて腕を下ろします、あと何回、最後1回です、よし、早くは合図が待ってる、そうです、吸って吐いて、全部吐く、吸って吐いて腹を通す、はぁ、吸って力強く踏みながら吐いて腕を出します、はい、頑張りました、ゆっくりと伸ばしてください、痛いですね、効きましたね、はぁ、崩れ落ちました、もう無理、しんどい、疲れた、コメント来てます、みたいに、ナミちゃん頑張る、ありがとうございます、います、でもなんでこの人私のことだけ呼ぶ人なんだろう、スロちゃん付けしてくれ、ね、本当に、でもありがとうございます、親しみを持ってくださったのかしら、先生もっと追い込んですごいですね、絶対自分やってない人やん、絶対やってないよね、はい、これちゃんとやってくださいね、うん、終わったらプリン食べていいぞ、え、ほんと？プリンとアイス両方いいですか？両方はダメですね、ダメですか、うん、じゃあプリンアイスでしょうか、え、これどれくらいカロリー消費できてますか、今のおつまみまで、多分これで100ぐらい、100近くはいってると思います、
じゃあアイスも半分ちょっと休みすぎたかな。あ私の方も休みすぎたかな。見てました見てました、私休みすぎたか。番組の仕切りより大変そう。いや本当にそうなんですよ。番組の仕切りより大変だって。なんでかっていうと、この金星の方がね、仕切りの前に入ったんですよね。それでよりなんか追い込まれた感がありました。金星の方もやっぱきつかったので、そう。でも全身今も痛いです。ダイエット中なのでますます頑張ろうと思った。イエーイ、一緒に頑張りましょう。でも私だいぶ減ったんですけど体重。こうやってなんか文句言いながら、適当にご飯も全然ちゃんとやらずに、運動も大してやってないけど減ってるんですよ。多分その本当こうやってやる時だけスモールがちゃんとやったりとか、その基礎代謝を上げることがすごくこう自分の私生活でも良くなってるのかなって。なってると思う。そうですね。疲れにくくなったりもね、しますよね。確かに私今日1コマ目にワイクルーやって、はい、2時間空いて今これで質問用が合ってるけど、喋、れてるもんね。いや、だからすごいんですよね。すごい。私はこの時間だけしかエクササイズしてないですけど、つむぎさんこの前もやってますから。すごいですね。考えると。じゃあ今日やっぱ、っていうことはやっぱプリンとアイス両方食べていいな今日。いいと思います。いいですか、はい、やったー。後ほど食べているものは皆さんにあのインスタグラムであのお見せいたします。並木ちゃんと一緒にあの食べているところを、ね、すぐ SNS に載せますので、ご覧ください。しゃべりがダメになってきました。嬉しいがダメになってきました。なんかクールダウンの方法一つ。はい、はい、そうですね、はい、かなり足とお尻使ったのでここ緩めたいですね、はい、こういう風に足を組んでみます。どっちの足が上に来てもいいですよ。後で入れ替えるから。そう、おお、なんかヨガっぽい。ヨガっぽい。あ、でもすごい伸びますね。伸びます。すごい伸びるんです、気持ちいい。で、できたら反対側のお尻も床につくように下になってる足前になる。はい、そうです、そうです。はい、で、ここからツイストします。お二人同じ方向の足組んでらっしゃるんでね、そのままいきます。はい、はい、じゃあ右手を膝の外に乗せて吐いて体左にツイスト。もものあたりからお尻にかけて、あと腰周りも伸びてくれるので筋肉つやを洗います。あー気持ちいい。はい、では吸い息、体を前に吐いて体を前に沈めます。あー、これ痛い、ね、これきますよね。でもこうやっておくと小尻効果です。あー、すごい気持ちいいけど、左のお尻からそのままにかけてビリビリってきますよ ね、 ますね。伸びてますね。伸びてます。はい、吸い息で体を起こしますっていうのを反対側を取るんですよ。はい、むくみも取れていいですよ。あ、むくみ取れるの嬉しいです、ね、冷えも取れますよね。冷え大事、はい、大事大事、はいはい、これでまた反対側にねじります。右側ですね。この時もゆっくり呼吸してあげるのが大事です。リラックスすると脂肪燃焼も促されます。次、吸い息、体を正面に戻したら吐いて前に倒れましょう。上半身の重み乗せちゃいます。ゆっくり呼吸しましょう。どっちかやりやすい方とやりにくい方あると思うんで、あ、こっちやりにくいなと思ったらそっちが太りやすい方だから、で、また反対側やってあげるとかね、そっち側やってあげるといいですよ。どっちがやりづらいですか。私こっちがやりにくい。こっちやりにくいってことは、ちょっとそっちが太りやすい、お尻、お肉がつきやすい。そうなんだ。どっちだったの。私は最初やった左が上の方です、うん、へー、ちょっと左側が太りやすい、うん、そうです、そうです。はい、うわー、なるほど。体のバランスも分かりますね。へー、すごい。そうなんですよね。で、肩こりも取れますからね、うん、はい、このストレッチがおすすめです。お疲れ様でした。皆さんもよく頑張りました。なんだかんだ文句を言いながらですね、1時間頑張ってまいりましたが、もうあと1分ぐらいでこちらのコーナーは終わりでございます。皆さんありがとうございました。先生もありがとうございます。なみちゃんもありがとう。どうだったなみちゃんは。いや、もう今から食べるアイス何しようかなって楽しみですよね。私も何しようと思ってる今。なんかやっぱクリーム系がいいかな。炭酸も飲みたいなとかね、思っちゃったりしてますけどもね。皆さんも今日ちょっとご褒美にね、好きなもの食べてくださいね。あの、栄養もしっかりとってください。北島先生、今回ありがとうございました。どうもありがとうございました。さあ、この後はですね、料理初心者の新人渡辺ルミアナがリュウジ先生のバズ飯教室を行います。
まあ、今度はね、うん、おすすめのダイエットレシピですって、このままぜひご覧ください。ということで皆さん今回ありがとうございました。